室井邦彦君。頑張れ。日本維新の会の室井でございます。質問に入る前に、一言二言ですね、委員長に、お尋ねをしたいことがございます。それは初歩的な質問で非常に申し訳ございませんが、委員長、理事会というものはどういうものなんでしょうか。ちょっとお答えいただけないですか。質問を続けてください。室井邦彦君。いやね、先ほど来、そういう質問に対してそんなに大層なことはないんですよね。そうだよ。理事会というものはどういうものだということを簡単に言われれば済むことなので、それを質問に対して答えられない、まあこれをサービス精神というのか、やはりこれね、その衆議院でまあ、野党間の暗黙のうちの了解というか、研究上程はしないとか、まあ、そういうふうな形で、あれながらでもこの法案に対して審議をしてきました。まあ、しかし最終的には研究上程をして強行採決をされた。そしてこの常識の府と言われるこの参議院でですね、やはり委員長、私はあなたの人柄を見て穏やかですしね、本当の品のある方で、体も大きいし、これは頼りがいのある人だなと、まあ、こんな思いがあったんですよ。まあ、しかしね、もう理事会において、野党の質問、まあ、野党の要求、一切受け入れない、まあ、このようなね、姿勢というのは、これから安倍政権のですね、通常国会、またこれからもあります。そういう対応でこれから進められるのか、これはやはり国民の思い、私はあえて言えばあなた方がこの国民から大賞を得たということに対して非常におごりが出ているんじゃないのかな。むしろ国民のですね、純粋な思いを裏切り行為、裏切っておられる、このようにしか私は見えないんです。まあ、これはちょっと言い過ぎということも聞いてますけど、私は言い過ぎどころかもっと申し上げたいことがあるんですね。党のうち一言か二つぐらいは野党のね、意見を理事会で聞き入れるということをしないとね、常に委員会でこういう荒れ放題なんですよ。これはね、十分に反省を促したい、猛省を促したい、まあ、このことを申し上げて、質問に、入ります。